今回ですね、最安値、ね、ドットコ c o m というサイトを紹介したいと思うんですけども、これを聞いている方で Amazon だったり、楽天だったり、Yahoo ショッピングとかね、そういったサイトで買い物する人もね、多いんじゃないかなと思います。ただそういった時に、ポイントなんかも考慮すると一体どこが安いのかと、そうね、悩む人もいるんじゃないかなと思うんですけども、この最安値、ね、ドットコ c o m を使うことによって細かいね、ポイントだったりも考慮した上でのね、どこが安いかっていう部分をね、調べることができるといってことで、 今回ね、試しに見てみようと思うんですけども、例えば、スマートフォンで、こちらの売れ筋1位のスマホを見てみると、こんな感じになってるんですね。この右側のポイントシミュレーター設定というところがあるんですけども、ここで例えば楽天カードを使ってるんであれば、こちらをね、押して設定したりとかすることによって、 実際にポイントの還元もね考慮した上で、一体どこが安いのかっていうのも見ることができるわけなんですね。Yahoo Japan のカードを使っている方であればね、ここを押してみたりとか、Yahoo プレミアムに入っている人とか、また Amazon プライムに入っているかとか、そういった項目をね、ここでチェックを入れてですね、そして反映して実際にどこがお得なのかっていうことをね、ここで見ることができます。例えば、販売店がどこが安いのか、 ポイントがどれぐらいね、加算されるのか。そして、ポイントも計算した実質価格というところを見ると、実際にポイントをね、引いて一体どこがね、お得なのかっていうところがわかるわけなんですね。というわけで、できるだけネットで安く買いたいという方は、例えばお名前 .com とかね、こういった最安値、ね、.com というね、サイトを使うと、比較的安く買えると思いますので、ぜひね、その一つとして、このね、サイト使ってみてもいいんじゃないかなと思います。というわけで、今後もね、こういったお得なサイトだったりもね、 どんどんこの YouTube で配信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と、この動画の概要欄に LINE がありますので、そちらからプレゼントも受け取ってほしいと思います。というわけで最後までご清聴していただき、ありがとうございました。